はい、おはようございます。今日はね、リクエストございましたのでね、流山湖をね、ちょっと見てみましょう。これが古墳の原型だそうです。墳丘がね、100メーターぐらいあるんですね。で、片方だけをね、石吹きにしてありますんでね、こんな感じでございます、ね、こっちが、こちらの方がね、宝墳、栄墳の方ですね。栄墳の方からずっと石吹きしてあるんで、半分だけしてあるんですよね。ちょっとね、だいぶ草がね、枯れてきてますけど、ね、あそこまでね、あっこまででほぼね、あの下までで100メーターほど。下はおそらく壕があったんですけどね、壕はもうちょっと今わからないですけどね。こんなんですか。ちょっと行ってみましょうかね。で、周りには庭をずっとね、並べて、これはね、赤く塗られていたっていうようなこともいろいろ書いてあるんやけどね、炎はね、そのままの色ですね、土のね。すごい数ですね、これ、本数だけでもね。これも手作りで一本ですね、手作りで焼いたというふうに書いてありましたけどね。大変ですよ、これ。この100メーターの古墳です、それはこの状況ですからね。だからこんなやってね、石をこの拭いてあるんだけど、これはね、コンクリートの中に入れてあるけどね、おそらく中は当時は粘土かなんかでね、固めたんでしょうけどね。そうすると、まあ、そんな長いこと持ちますよね。100年か200年するとほとんど崩れて、ね。で、そこに木々がいっぱい大きくなって、千何百年で、ほとんどの古墳が大きな木ね、原生林みたいになってますからね。で、たまにこういう木が終わってないところ行ってみるとね、まあ、ほとんどが公園になってますね。だからね、分からずと皆さんがその当時にね、ただの公園と思ってね、やったんかな。で、こんな感じですからね。片っぽの方がね、私のそのままで芝生吹いてあります。芝生でずっとね、おそらくこの下がね、掘りだったはずなんですけどね、当時のね、設計図を見るとね、やっぱりね、こう掘りがあったのかもしれません。下がね、ちょっと低くなってるんでね、可能性としてはね。これで100メーターですね。100メーターでこの状況ですからね。それはもうこれ500メーターぐらいあるような忍徳天皇陵がすごいですね、あれ。全部豪も入れるともう600メーターぐらいになりますからね。おお、ちゃんと発掘されたんやね、このあんな風にしてね。並んどったんやね。だから最初の頃はみんなね、みんな来てね、祭りやったんやろうけどね、あとはね、もう忘れられましたよ、長いことね。ここはどうだったんだろうな、企業が終わってないから、おそらくここも、この山もなかったんやろな、ほとんど、崩れてね。まだこれ5年10年ぐらい経ってないと思うんですけどね、もう草だらけでしょう。これを見るともう100年とかすると崩れてね、それは誰もあとは見とらんやろうしね、当時は。そうするとね、石が下は全部落ちますよね。で、土だけ残って、で、そこに木々がいっぱい生えて、で、成長して、今の原生林がみんなね、どこ行っても大木だらけですわ。100メーターでもこの大きさやからね。はいはい、恐れ入りました。
これはね、デブリか、あの同じやつが、ね、出てきたらしいですか。場所によってはね、間隔がちょっと空いてるような感じで、あの掘ってましたけどね。あとね、これ10年ぐらいでこの有様やから、もうね、100年ぐらいしたらもう何もなくなるよな。こんな有様やもんね。こんなんですよ。10年ぐらい前やったから来た時きれいに20秒でしたけどね、草1本入ってない。いや、それはまだ異様でしたけどね。で、塩粉から黄粉の方ね、まあ見た感じはやっぱり豪はありましたね。これ下がね、だいぶ下がってますんでね、そこがね、こんな感じですよ。これもみんなね、石垣になっとるけどね、当時石垣ないので、あえて拭いてたよね。こんな感じです。この下がね、ちょっと下がってるから豪あったんでしょうね。行けないか、左。ああ、左行けないですね。ほら、行けないですわ。こうちょっと下がってますね、下ね、そこ。はい、ではちょっと帰りましょうか。100メーターの流山古墳でもこれ大変で、これ作るのね、これね、石でもすごい数だからね、大変でしたね、これ作るのね。まあこれ作ろうと思うと、そんなもんね、すごい人いないとできませんよね。人と時間と金とね、権力といろいろな方もできませんね、これ。これだけの小さい古墳でもね、100メートル組んでもすごくやっぱ時間かかるんだね、これね。